そうそう。公園の話なんかあるかな？公園の話。アンビートレンド入りしてる。ほんまに？いや。それは私の配信のせいではないな。本当だとしたら。東国警報が今日は高い音をなんか出し目でやりました。て前にいつもなんか弾いてたんですけど、誰方変えてみました。白はお揃い。手遅れサラピとは向き合わないんですか？向き合うのが、ってサラピさんがやってたので、あ、私吉田沙羅さんバージョンはああいう感じですね。背中で語るお互いって感じです。アンビ日本の会社。そうなんだ。そうなんだ。大きくご無沙汰してた。面白かった、おきちゃんの鉄な。なんかさ、人によって違う。そう、鉄なあのさ、おきちゃんとやるフリーのところを、なんかね、みんなペアでフリーをしてるんですよ。それでなんかね、みんなが何やっとんか分からんけどさ、ジロいつもふざけてはないんですけどね、いつも新しいことをしようっていうことで、その場のあれだったんですけど、あれでやってるんですけど、いつもその場の思いつきでどっちかがそれに乗るみたいな感じで。そう、なんかそれこの前おきちゃんが 足をちょっと怪我してた時に、その怪我みたいなやつをねしてたんですよ。でそれに気づいてる方とか、なんかボーリングをしてた時もあったんですけど、そのフリーのとこで、そのボーリングも気づいてる方がいたりとか、本当にねびっくりしたんですよ。あ、そんなに私たちのこのフリー即興演技シーンで何をしてるかが分かってくださるんだって、何をしてるか分かるほど見てくださってるんだなって思って、分からんじゃんって。人がなんかさ、いきなりしだしてさ、何をやっとんじゃろうってさ、そうね、理解力とさ、洞察力とさ、集中力とかがないとさ分からんし、私たち2人とかに集中しとかんと分からんわけやん。だから、あそこのフリーパートは結構ね、そう2人で楽しんでたんですけど、見てくださってる方がいるんやって思って。そっからさらに楽しくなりましたね。今日はなんか面白かったですね。おきちゃんの誘いに乗らない私っていうタイトルでした。即興。いつももうリハも違うことしてるし、本番も違うことしてるし、まあでもフリーのやつだから全然それでいいんですよ。ね、リハと同じことをした方がいいものもあるけど、そうそうそう、コントですね。そうです、面白かった。そう、いろんなパターンがあるの。何かどっちか
どっちかが何かやったやつにどっちかが乗るみたいな感じです。実はあの瞬間に私とキちゃんのアドリブ力がどんどん磨かれていってるんですよ。みんなが何しようか分からんけど、ね、それで今日はテンションとか、いやあ、すごい。でもいつも面白いからそんな関係ないか。まあ公演があったっていう意味では確かにそうかもしれないですけどね。あおみちゃんが可愛くていい公演でしたね。スタンドフラワーもめっちゃ可愛かったし、ね、キポに未知のことを聞くと外れなしで面白い。どういうこと？福田さんとは口と口が合ってたのか。今日は触れ合わなかったです。なんかここら辺だったけど、やったーって言ってた。よっしゃーって言ってました。福ちゃんは今日フェイスガードしてたものです。驚かしてごめんなさい全然驚いてないけど、あの線でいいっていうかね、ちゃんとマスクもされててさ、マスクメガネであの透明のフェイスシールドをやられてたからえ、視界悪くならんって思って心配だった。私がどんな絵本買った時になって配信見に来たら絵本の話終わってたって難しいよそんな。観客席ざわついとった。マジ大変だ。確かに。ありがとうございます。あちらでやってます。いつもかわいいかわいい、あかわいいかわいい、コメントがかわいいかわいい。ケース持ったら最大18時間。じゃあさ、あの本体だけだったら6時間じゃけど、あのケースフル充電にしとったら2回分充電できるってことですね。ケースでめっちゃすごいやん。すごっ、めっちゃ素敵。どんなイヤホンの、おらんかった？コメント読まない私には泣くながら、そうかしよっかしよっか。なんと3の、なんと3の倍数なんやね。3の倍数ですね面白っ。3の倍数関係ある？そうそうそう、面白い。
対分かって言っとるやん、みんな絶対この配信見て買った人いるやろ。一人、今一人。シャワーして寝るお祝いありがとう。お、おめでとうございます、お誕生日。1,2,3,4,5,6,7。お、お買い上げありがとうございます。お店の方ですか。7,8,9,10,11,12,13。行ったり来たり。買おうと思ってんの？うん、今魚焼き欲しかったから普通に買うかも。いや、めっちゃ良かったよ本当に。うんうん、AirPods はじゃけん音楽に没頭したい時にやればいいんですよ。あのね、普通にね、あの移動とかで歩いてたりする時とかは AirPods もねめっちゃいいと思うし、自分も AirPods 今まで使ってたけど、あのそう夜とかはさあんまりせん方がいいっていうじゃん、イヤホン。でもちょっと寂しいけん音楽は聴きたい気持ちになったりするやん。じゃけんそういう時にこれはいいんですよね。今村美月イヤホンで調べたら、おととい配信のツイート出たけど、それも話したかも。なんか忘れなくしちゃったみたいな話をしたかな。そうそう、1時間充電すればフル。すごい、もう私よりも詳しくなった。エアポッツはケース込みで24時間。本当に感じたことないや、それ。じゃじゃ。でも嬉しい。対抗しよう。うちもね、良いんですよ。なんでもいいんよ、結局自分が気に入っとれば。アンチ？あれれ？面白い。エアポッツアンチってダメよ、やめて。エアポッツもすごくいいんですよ。イヤホンの話聞いて俺決めたよ、 ST は道押しだわ。なんでなんでこれで、ね、ちょっともうちょっといい話で決めた。面白いな。気に入ってるものを使ってあのテンションが上がるのが一番。今でもぼっこい緊張する？ちょっと緊張しますね、やっぱり。そうですね、令和落語2月4日、チケット取りましたが順調ですか？開催されるのかな、大丈夫かな。ねえ、開催されるのかな。私もちょっと不安ですけど、でも練習はしてるので。すごく演出家さんが褒めてくださっていい感じらしい。本当の今村さんはどれですかって言われましたので、いつもの私じゃない感じの私が見れます、きっと。多分ね perhaps。 昨日かおとといもそれでタワーだった。あ、そうだ。
きなもの話してる方ところがみたいな。朝配信はなんでしなくなったの？ない方が楽だろそう、ない方が楽だからですね。まあ楽だからっていう意味ではないんですけど、なんて言ったらいいんですかね。そうそう、まあ、楽っていうか、ちょっと配信をする朝夜やるのが義務みたいな感じになっちゃってたから、自分の中で一回それをやめようと思って。そうそう、やっぱね、楽しくやるのが一番ですから面白いない方が楽だろう。そうですよ、朝が起きれんのよ。そう、本当にね、起きれないんだよね。でもやってた方が強制的に起きるから、そう、すごくね、いい気はしてたし、再会はしたいなと思う。そうですね、別にね、全部を見に来てほしいってわけではなくて、自分の見れるとき、見たいときに来てくださればいいので、私も無理しないし、皆さんも無理しないでください。そうそう、誕生日の日の配信いつかなの、ドキドキ感は確かに。いや、全部見たい、まあ、全部見たいっていう方は全部見に来てください。自分のやりたいやり方で。まあね、私は予約をね、今日も入れないで始めたし。そうそう、そう、見に来てと言いつつも見に来れにくい環境をね、作ってるかもしれませんが、ごめんよ。無理してないので普通に配信抜けてフロったりしてます。なんでよ、そんなおると思うやんフロリダって言っていかんや、それは。配信で毎回イヤホンの話はしません。でもなんか眠い、日常の眠いがなくなったかも。ギフト読まれないからもう投げてない数秒後に可愛い、ありがとう。こんばんは、久々にフロリダ。本当？うん、しょうがない。日常生活でさ、こう過ごしてて、うわ眠いな、ちょっと寝よっかなみたいなやつがなくなりましたね、朝配信一旦やめてから。いろんなメンバーが小道具まで使ってギフト読んでた時代だった。うん、読もうかな。睡眠大事、そうね、睡眠大事ですね。今日はあのセンスあるのでしょうか、手元に。これですか？うん。寝落ちはね、なんでせんくなったんやろ。センス壊れてますこれ。で、電池で動いてるから。電池切れって感じですね。
濃厚接触者になったからお話が行けなくなりました。悲しい。そんな、そうなんですね。でも安全が一番だから。でもかかってなかったのかな。お大事にしてください。自由にしていただいたのでお好きにまたですね。7時半にしてあげると嬉しい人。いやそれは分かっとんよ。私も分かってます。なんもう全て分かってます。全て分かってるんですけどね。まあちょっと自分のペースでやらせてください。また始めると思うし。なんかねすごい感染力がめっちゃ高いんですよね。でもなんか誰のせいでもないからさ、もうなんかあれですよね、やるせない。やるせない孤独の時、泣き言で言えばいい。オミクロンだよ。初めましてやったのに。あそりゃ残念ってなりますね。私が大丈夫か心配ではある。私？ねえ、でもそうですよね。難しいよね。どうしよう。かわいい顔とか。やっぱりお家帰ってすぐお風呂に入るのが一番やな。トークスキルあるのかな。確かに。うちの配信見たらお風呂嫌じゃなくなるの助かるな。お、フロリダン。いってらっしゃい。自分がかかることよりも誰かに迷惑かける方がつらい。わかる。今のところミクロはかかってない。 STU は運がいいのかってなってる。ね、なんかさそれな本当にかかってないのかってね、なんかちょっと不安になるぐらい STU って本当に効かないけどね。ちょっと風邪気味な子とかさ、体調悪いくてね、お仕事ちょっとお休みっていう子もさいるけどさ、検査してたんですよ。で検査して違ったって言ってたから、
そう。そうね、まあ一人ですね。まあ待って。93%が無症状。ねえ。風邪もひいてない。風邪もひいてないですね、私。無症状だったらね、本当に分かんないですね。アルセウスも出るし、確かにアルセウスやらなきゃ。てかカービィも面白そうだった。カービィ、カービィとアルセウスちょっと似てるよね。なんかあの平面じゃなくてさ、いろんなフィールドどこでもみたいな感じの、なんて言うんですっけ、そういうの、あのそういうあれやんあのオープンフィールド、あそうかも、オープンなんちゃら、オープンワールドかな。そうそうそう、面白そうだった。でも一回何なんだっけ、なんかのカセットであのマリオのオープンワールドしたことがあるんですけど、ちょっと難しかったんですよね。あのタヌキとかになれるやつ、 3DS かな。こんばんは。カービィ3月だったかなに出ますよ、新作です。かな、あそれそれそれ、 3D ワールドかも。ちょっと難しかったんですよね、私には。マリオは平面が好きかも、私はね。カービィは楽しそうだと、オープンワールド。325、あ325ですって。なんかあれだよ、動画載ってたから見てみて。アルセウス楽しそう。マリオは確かに 3D めっちゃむずいですよね。ゲームの世界に入れるとしたらみちはどのゲーム、私ドラクエかな。ドラクエかな。フォートナイトしてる道が難しい。なんかね、フォートナイトはそんなにここに落ちたらもうトゥル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 になるみたいな感じがないからかな。デッドバイデイライトは一番入りたくないやろ。踊りか。フォートナイトです見たい街はログジャム。ウィーピングも好きだったんですけど、もうないからね今。 そのさ、なんかオープンワールドのマリオはもう奥行きが難しくて、私なんかどんくらいジャンプしたらみたいなのがちょっと難しかった記憶があって、
ねえ、でもホードナイトはねそんなねイメージはないというか、エペックスやってない。ゲットタワーが帰ってきた。うん、あの今の恐竜すごいよね。 3D 酔いはしない。私三半規管めっちゃ強いんですよね。船でも読まなかったし、あのドラクエの世界観が好き。ねえ、桜千代の王同じ誕生日。おお、里のダイヤモンドが推しメンなんやけど。うわ、マイクロもしてみたいんですよね。ドラクエのあのこっちだけにさ、こっちに流す三つ編みとかしてさ、街に降りたい普通に。ドラクエはね DS も Wii も 3DS もやってたかな。スプラトゥーンもやってますよ。スプラトゥーン大好き。泣いたか泣いたか。スプラトゥーンは結構ねやってたんですけど、一回データが全部消えちゃって。そう、スプラ3も出るんですよ。本当に今年大変、今年めっちゃ忙しいよね。そう、でも入りたい世界ではないかな、スプラは。私はザップ使いですね。ザップか北斎ね、もうちょっとで終わります。配信公園から帰宅しました。失礼って方、あ、ありがとう。俺バケツが好き。バケツね、あのなんだっけ、あのガチマッチのあのなんだっけ、あの地面取るやつが何があるっけ、ガチヤグラ、ガチ歩行、ガチ何があるっけ、あ、ガチエリア、ガチエリアがあのねお風呂、お風呂、そうそう、ガチエリアはお風呂が好きで、ガチヤグラが北斎が好きで、ガチここはザップかなっていう、なんかそのものによって変えてますね。お風呂ってあれですよね、あのバケツの強い版みたいな、パチ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 ってなるやつ。ね。たのっていいよね。こうやるやつ、こう。わかんないプラン。楽しいよな。もうゲームって楽しいよね。
焼肉食べたい。ゲーム楽しい、やり始めたら止まらん。なんかこの髪型崩すのもったいないな。人がゲームやりるの見るの好き。わかる。ゲーム実況よく見ます。スプラしたいね。ね、お腹すいた。夜ご飯を食べてないので私。それでは壇上を読んで終わろうかな。お腹が鳴っちゃった。ピー、美味しく食べます。はい、いきます。13位マサさん、12位ホゼさん、11位長谷川さん、10位ジョノラニカベグレさん、9位デブニャンさん、8位シェンさん、7位坪井ゆうすけさん、6位ツーモさん、5位テリー P さん、4位またあんたのこと考えてたさん、3位なんちゃんさん、2位トラッキーさん、そして1位はドゥルルンシャン中原さんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルンシャンオフちゃんでした。ありがとう。ハッピーそれでは楽しく語らせていただいた配信でございました。皆さんもね、気になった方はぜひぜひぜひ。それではまた会いましょう。おやすみなさい。バイバイ。ちょっと今日いい感じだからスクショタイム設けよう。ちょっと待って、前髪をこう直してから。なんでそんなにそっけないのさ、そっぽ向いてさ。めっちゃ光るな。光るな。光るな。イヤホンつけた状態ですか。いる？素敵。コネクティッドって言った。Connected. はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。だねー。バイバーイ。良い睡眠を。バイバイです。ありがとう。